い、どうも、昭和ロマン男物語チャンネルです。はい、というわけで機嫌を剃りました。機嫌を剃りましたね。ということで、前回の終わりはとりあえず何も分からずね、まあ、カバー外せました。はい、カバー外せばもうね、これだから行くでしょうね。ってな感じで、前回まあね、あのガスケットとか、どこにつけるかよく分かんないですけど、とりあえずキャブは取り付けたんで、中にエンジン中にはもうホコリね、砂ぼこりは入ることないでしょう。前回ね、師匠にね、まあ、配線つけてセル回す前にオルタネーターちょっと手で回すか、あとクランキング、説明しよう。この男は本当に純粋に車の知識がないのだ。クランキング、プラグ外してやった方がいいと。そうしないと、いきなりセル回してガチャンとなった時にエンジンが焼き付いちゃうと。ずっと3年間野外放置 でエンジンかかったとこ見たことないんですから。ここまでいけるかな、知識がないのでね。誰か助けてください。じゃあとりあえずやってみましょう。動画撮ってると絶対入ってくるやつ。意味がない、意味がない、ビッグサンダー、ビッグサンダー、そうそうそう、こういう、こういう、もう、牧人権、牧人、鉄だ、これ、鉄人権だ、これ、はい、というわけでね、やってまいりました。今回は、オルタネーターを回すっていう試練ですね。はい。オルタネーターって本人、どこにあるんだろうっていうね、感じでね、探っておりますね。でもね、こっちね、前回オイル入れてますよね。オイル入れてある方をちょっと、あれ?と気づきます。オイル入れてある方を開けたらオイル出ちゃうなと。こっちじゃねえだろうなと思いましてね。はい。場所が分からず諦めました。ということで、一旦マフラーを、ね、取りたいと思います。液パイ、エキゾーストパイプですか、名前わかりませんが、液パイからね、ちょっと取ろうかなと思っております。完全にね、もうボルト、ナットか、ナットが舐めてしまいましたね。舐めたろかってね、まん丸でした。六角のナットがね、まん丸で、サイズがまだ舐めてるというかね、丸くなってるのを気づいてないですね。あれ ?8mm? 10mm? 13? ん?何?って言ってね。で、ここで禁じてのね、今までで買った工具で一番無駄なね、
これで外れたことないですから。ネジザウルスでしたっけ、これ。これはね、使えません。はい。ただぐちゃぐちゃにするだけですね、ネジを。はい。これを使ってもね、諦めませんよ。諦めませんよ。あー、こんにちは。はい。今日はいきなりアフレコ始まりましたがね、はい、考えております。どうしたら外れるか。でまた普通のねスパナで挑戦してるんですけど、うちの親父がね後ろで木を植えてるんですね。穴を掘ってます。でどんどん聞こえてますかね。でとりあえずエキパイエキゾーストは諦めて、マフラー、サイレンサーさん、マフラーですか、よくわかりませんが外しております。意外とやっぱ大きいボルトはねそこまでやっぱ錆びてないですね。はい、もうね止めてあるとこはね外れないんで、ね、無理やり行きました。ここは気持ちいいですね。うわはい、もう一度チャレンジしております。今度はモンキーですね。うん、マチャーキー使ってマチャーキー使って、うん、外そうとしますかね。あー、切っちゃうしかないかこれ。はい、お前らの悪い癖だ。何でもかんでも切るもんじゃない、そう僕は言ってあげたいですね。うん、はい、ここで出ました。全集中、炎の呼吸、なん、うん、はい、ちょっとね、技の名前が出てきませんでした。はい、一旦バーナーでキンキンに温めて、そしてパーツクリーナーでキンキンに冷やすというね、そこでちょっとね膨張を あれしゃりで膨張して一気に冷やすとちょっと動くんですね。うん、緩みが出るというか。はい、ここでウォータープライヤーね、ウォータープライヤーをなぜバイクで使うか分かりませんが、これが結構噛みましたね。はい、結構ここが見どころですよ。うん、見どころの時に後ろで親父がねカン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 言ってますかね。桜の木を植えてるらしいです。はい、うん、富山の金さんではないですけどね。はい、うちの親父は富山の金さんではないですね。散らせるもんだな、散らされるってね、すぐ散らされると思います。あの人はもうレギュラー出演になってきました、うちの親父は。はい、動いてきましたね。どんどん徐々にアップしていきます。はい、ちょっとアップするまでがねこちょっと長すぎますねこれ、編集的にね。はい、来ました。気持ちいいですね。うん、後ろでゾッキーがちょっとねツーリングしますね。はい、気持ちいい。これだよね、これが YouTube の楽しいところだね。まあ僕だけでしょうかね。はい、で下のネジですね、下のネジはちょっとね端折りますね。さっきと同様に温めてすぐに冷やして、きた、はい、噛みましたね、きたぞ。ちょっとですね最後にいいこと言うて、おっしゃおっしゃと、やっぱり YouTube で技をパクるだよね。そうなんだよね。うん、こんなこと言ったらね、僕のチャンネル見ないで、他のチャンネル、うん、見てください。で、こついてね、はい、取れました。気持ちいいですね。汚いですね。で、
というわけでですね、今回はね今回は、はい、というわけで終わりましたね。はい、そう、最初にはね、オルタネーター外すとかね、こうクランキングがどうのとか偉そうなこと言ってましたが、はい、まあですね、ちょっと動画の編集がね、どこで切っていいか分かんない状態なので、ね、はい、一旦ここで今回はマフラーを外すっていう動画になっちゃいましたけどね。まあでも結構苦労したんでね、まあ取れ高的にはね、あんじゃねえかな、うん、見方によっては。うん、みんな僕の味方でいてください。はい、というわけですね、今回の動画もちょっと中途半端ではないんだろうな、いいと思いますよ僕は。うん、はい、というわけで今回の動画はこれで終わりたいと思います。よかったら続きが見たいって方はね、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたしまして、グッドボタンの方をね、うん、2回押したらちょっと解除になっちゃうんでね、うん、グッドボタンがなくなっちゃう、いいねから外されちゃうので、うん、そこはあれですよねちょっと長いですか。うん、次回こそはちょっとね、オルタネーターやら配線をね、やりたいと思います。はい、どうも、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。では、買ったバイクをいじりに行きたいと思います。